Oh, yoku zo oide kudasaimashita. Zuibun na awate yo dakedo, dou shita tte iu no? Sore ni yūgiri to soroban made. Oira wa yobarete kita n janai nda yo ne. Bekken no yōji ga aru n dakedo. Ima no tokoro isogi tte wake demo nai shi. Oira kara no hanashi wa atomashi de ii ya. Katajike nai. Hankoku dono. Rei no hanashi wo karera ni okikase negaeru ka? Mochiron desu. Teikoku taishikan ni kanari no kazu no heishi ga yatte kimashita. 私の知る限り、要人訪問の予定もないのに、これは極めて異例なことです。そこで、お友達にあれこれ聞き回ったところ、実に興味深い話が出てきたのです。なんと帝国兵たちは、クガネで目撃された、ある人物を探すために派遣されてきたのだとか。 ドーマ代理総督、ヨツユ。なんだって？にわかには信じがたいと私も思う。比叡様がヨツユを切り伏せるところをこの目でしかと見たのだからな。そうであろう。 私としても頭から信じてるわけではありませんよ。帝国軍はドマ城天守閣での出来事を知らない。はずですし、他人のさらにに惑わされている可能性だって大いにあり得る。ただし、話題のヨツユらしき人物が年老いたルガ人族の侍に連れられていたとしたらどうです？まさか。 豪雪ってこと？確証はありませんが、気にはなる情報でしょ。ですからこうして皆さんにお集まりいただいたのです。その話、ヒエにはしたの？まあ、そうよね。あの頑丈な豪雪ならって思いたいところではあるけど。 根拠のない楽観論にすがりたくはないが、生きていてくれとそう祈り続けてきたのも事実。何より帝国軍が本腰を上げて捜索しているのなら、こちらとしても手をこまねいているわけにはいくまい。私は事の真偽を確かめるためにも探りを入れてみるつもりだが、貴殿らはどうする？ もし仮に生きているのだとすれば、帝国兵に追われて難儀しているかもしれぬからな。豪雪殿は大切な仲間、再会の可能性があるというのに放ってはおけない。我々も協力しようじゃないか。ところでハンコック殿、肝心の二人の行方は？ 気になる方を思い、優秀な情報屋を雇っておきました。帝国軍の動きを含めて最新の情報を仕入れるのです。
Thank you.
よし、まずは台場を守る先森たちから情報を集めるとしよう。旅人か。こんな時に居合わせるとは運がないな。帝国軍の飛空艇がやってきて海賊衆の根城を襲い始めたのだ。今のところこちらに仕掛けてくる様子はないが、巻き込まれたくなければクガネに引き返すことだな。いかに海賊衆が帝国と対立したといっても、ドマを手放した現状で攻撃を行わねばならない理由はない。わざわざ奇襲をかけるからには。あの島に帝国軍が追う夜露がいると。どうあれ海賊衆は一緒に戦った仲間よ。黙って見てる手はないわ。火星に向かいましょう。待ってくれ。生還できないという点には同意するが、アリゼはソロバンと共に船で待機するんだ。議論している暇はない。いいね。ああもう分かったわよ。文句は後で言わせてもらうからね。ソロバン、君は脱出のためいつでも船を出せるようにしておいてくれ。がっ天承知。ちょっとアルフィノ、まさか泳いでいくつもり？この距離なら泳いだ方が早い。特訓の成果今こそ見せてやる。続くぞ。
四ツ谷様、お迎えに上がりました。さあ、お早く。下がっておれ、ツユ。おじいちゃん。おじいちゃん、これは一体。豪雪、無事か。時間をかけすぎたか。優先目標を救出より敵勢力の掃討に切り替える。総員かかれ。
力よ走れ。よくぞ無事でいてくれた、豪雪。夕霧、それに英雄殿とアルフィノ殿まで、助立ち深く感謝いたす。ああ、まったくだ。来てくれて助かったぜ。おかげでどうにか帝国の連中を追っ払うことができた。それにしても豪雪の旦那がそいつを連れて現れた時にはとんだ疫病神を拾ってきたもんだと思ったが、つゆよ、恐れずともよい。この者らは皆拙者の仲間でござる。そうなの？もろ手を挙げて再会を喜びたいところですが、その様子、何やら訳ありのようですね。知っての通り、拙者たちは土間城の崩落に巻き込まれた。しかし、何の因果か床が抜け落ちたようでな。二人揃って濁流に飲まれ、無二港へ流されたのでござる。そして幸いなことに土間城の残骸が拙者たちを水底から救い上げた。だが気づいた時には下流も下流、河口まで流されておってな。そのまま海に出て潮に乗せられ名もなき孤島へと漂着することになったのでござる。彼女もその残骸に？夜露の着物が帝国製の強靭な織物でなければ飛燕様の人たちで死んでおったでござろう。ただ長い昏睡から目覚めた夜露は全てを忘れわらべのようになり果てておってな。バカな、命欲しさの詐称やも知れぬぞ。無論拙者とて疑いはした。切るべきかと悩みもな。ともあれ事実ともに生き残ったのだ。どちらの悪運かは知らぬが、連れ帰って主君の沙汰を仰ぐべきと思い直したのでござる。飛燕様の そいつを捕らえたのは豪雪の旦那だ。土間の殿様に判断を仰ぐというなら任せるさ。つゆだなんだと呼んで手なずけたいならそれもいい。公に呼べる名がなくば道中不便であろう。それだけの話でござる。へいへい。だがこっちも代理総督様には散々苦しめられてきたんだ。
情にほだされて判断を見誤ってくれるなよ。承知つかまつった。それじゃ俺は後始末をしてくる。捕別船はつけにしといてやるからさっさと行きな。帝国軍が舞い戻ってくる前によ。